経験と知識とするナレッジアーマードです。今回は、四郎正宗原作35周年記念ディープダイブ、ゴーストジャセル高画機動隊5月25日やってまいりました。こちら、今日初登場ですね、バニヤマさんと一緒にやりました。こんにちは。こんにちは。こんにちは。いやもう全部終わってしまったんですけど ね、 いやね、非常に素晴らしいイベントでした。濃厚なイベントでした。濃厚なイベントでした。いやもうね、あの後半ですか、この押井守さん、河合健二さんの対談、どう見るのね、あれが対談ありました。そして西本卓球さんとデリック・ベイさんの DJ ですね。こちらの方が、まあ、ものすごく白熱したということで、まあ、これ今後、今まあ現地におりますが、これから、本編の収録の時また詳しく話したいと思います。今日はありがとうございました。どうもです。そちらの方を考慮してお並びください。こちらの待機列アートとスタートの時間まで待たない可能性がありますので、そちらの方を考慮してお並びください。ご予約いただきますと限定のスペーターの方をお配りしております。知識で武装するナレッジアーマードです。今回は、先に開催されました、ディープダイブインシンクウィズゴーストインザシェル高画機動隊、こちらのイベントに、初登場バニヤマさんと行ってまいりましたので、その時のお話ししたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、来ましたね。バニヤマです。いやいや、バニヤマさんもね、ずっと私は出ていただきたかったありがとうございますありがとうございます。まあ、私とバニヤマさんは旧知の仲でして、もうだいぶ昔、もう10代の頃からね、よく遊んでるんですけども。そうですな。ねえねえ、はい、もうだいぶ、今も仲良くさせていただいてありがとうございますまあ、そういうことで、2024年の5月25日ゼップ新宿で14時から20時30分まで、開催された、まあフェス的な感じだよねこれってね。そうだね、イベント単品のイベントというよりは、うん、総合的な、そうだね、総合芸術で、うん、まあ前半はそのなんだろう、高画機動隊という世界観を新しい解釈で、まあちょっとなぞらえた感じの曲を、まあ持ってる曲の中から皆さんライブとかをやってくれるっていうのが、まあ前半であって、
なんでそうね、最初の2時間は、若手アーティストによるライブパフォーマンス中心。そうそう、そうだったね。で、うん、メインが、まあ、押井守さんと河合健二さん、そして MC が宇川さんの、まあ、ドミューン配信があったっていうね、うん、クロストークイベント、うん、でそして石野卓球さんの GDA と我らがデリック・メイ先生の DJ が1時間半たっぷりあったっていう感じですか、ね、1時間半たっぷりあった、したね、まあそういう感じだったんですが、まあまあ、これすごい楽しみにしてたわけですよ。でこのイベントがやるってなった時にもう真っ先にバニヤマさんにメッセージしてこれ行こうぜっつってまあその日のうちにチケット取りました。そうなんだよね、すごいもうね、仕事ができる女なんですよ。もう あっという間にチケット取ってあっという間にリンク送ってくれたというそうそうそうで当日もね、行きたいイベントは行かなきゃっていうね。そう、ほんとやってくれるうちに行けるのが花ですよ、やっぱりこういうのはね。そう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 、こういうものは、うん、そうで、まあ当日昼飯あの午後からってまたありがたいよね。もうこれナイトイベントだったらいけないよ、もう年だしああまあ個人的には夜でも行けたけど昼の方がありがたいっていうのは。そうですよ、もう俺なんかもう、うん、ホームシックになっちゃうよ途中で。もうでまあお昼過ぎからだったんで、まあお昼食べながら行こうぜってな感じで12時くらいに集合したら、まあ新宿なもんで、まあ学生時代に一緒によく食べた町田屋のラーメン食ってちょっとタイムマシンに乗ろうかっていうことで新宿のあの高島屋の下にある町田屋のラーメン食べたんだね。まあ原点ですよ。原点ですよね。あれラーメン結構大学の時一緒食べてるね。行ってるよね、多分。行ってるよね。なんだかんだ言って町田屋はすごい行ってる。行ってる。まあ大学があっちだったってこともあってっていうのもあってね。まあまあ行ってましたね。で、まあラーメン食べてちょっと、まあ、自分の中でのなんかこう身を清めていくような感じですかね。まあそうですな、あの時に戻るみたいな感じで、うん、戻って行ったわけですよ。で、まあその前にこの、イベントの原点となるイベントの話をせねば なるまいということなんですね、これ。そうですな、27年前のあの日の話をしなければならない。しなければいけない。で、まあそもそもこのイベントっていうのはその、城政宗原作連載開始35周年記念イベントなんですよ。広角機動隊の。そうだね、公開のは石野さんの。そう。で、35周年ということで、1989年に、ヤングマガジン海賊版第5号から連載をスタートした、広角機動隊ゴーストインザシェルなんですが、まあ、それが、まあ、めちゃくちゃこう、まあ、人気が出てきて、メディアミックスになってきたわけですよね。そうですな、うん、それで今回 そのメインのゲストである押井守さんがアニメ映画を作ったということで、まあ、それで、それが95年か。それが95年で95年なんだけど、それがまた人気になって、まあこれトークイベントでも言ってたけど、日本では最初あんまり売れなくて海外で跳ねて逆に輸入的な感じで人気になってきた、カルト的な人気が出てきたという、まあ後付け、あ後だなんつうの、その当時よりも1年2年経ってから、あのね、まあ、エコーのように広まってた。まあ逆輸入だからね、うん、そういう時間かかって入ってくるっていう感じで。そうそう、なのでで、プレイステーションでゲーム出すのは97年だったんだね。97年だね。でそれでこれ今ここにチラシがあるんですけど当時のチラシなんですけど、世界中で絶賛されている近未来政府コミックスがプレイステーションで初のゲーム化、スリリングなオリジナルストーリーで展開する待望の 3D アクションシューティングゲーム、いよいよ発売。そしてそれが、1997年の7月17日発売たんですよ、定価5800円、7月17日に発売されて、うん、でこの、このクラブイベントっていうのがですね、恵比寿ガーデンホールで、7月18日にやったのね。そうだね、だから発売日の翌日に、メガテクボディナイトというイベントがリキッドルーム主催だったんだよ当時。これそうこれに、飛びつきまして、私とバニヤマさん2人で行ったんですよね。これがまた我々にとってエモいところで、27年前に2人で行ったイベントを27年後にまた2人で行くというこれ懐かしいよね。これこんな熱い展開が待ってるとは思いませんだったなまあ
あ懐かしいというか、ね、まあそうそう、まあ今私エンタメ業界におりまして、うんうん、エンタメ業界に入るきっかけにもなったイベントなのかなとは思ってはおりますな、うん、そうだろうね、原点だよね、やっぱね、まあ原点です ね、 ね、アニメ漫画ゲームアート、うん、音楽、うん、全部ひっくるめたっていうのが、そうだよね、総合だから本当あの我々の人格形成というか将来に大きな影響を与えた、だってそう、 そうですよね、でそうだね、この時のラインナップがすごくてですね、当時すごかった、かなり豪華なラインナップで、これね、これも品書きがね当時残ってるんですけど、まず石野卓球さんの DJ、ジョイ・ベルトラムの DJ、うん、で、マイク・バンダイクのライブ、うん、これを夜通しやる、豪華な、そうで、これがすごい値段がビビったんですよ、前売り券で4,000円、安っ安っ、当時安いね、本当だから学生でも行けたんだね、学生でも行けましたね、ね、いや安いで、まあ、今回のイベントだって7500円って決して高くないんですよ、まあね、そう、こんだけ丸一日やってて7500円で、しかもこんだけのメンズで来てて、この値段は俺は安いなと感じたんだよ、むしろ、うん、だって今この間先週 TM ネットワークのライブ行ったけど1万2000円だったからね、まあそのぐらいするよ ね、 ね、アーティストの価格によっては、そうだよ、だって去年ビーズ行ったけど1万5000円だったよ、 S 席取って、でもすっげえ遠かったもん、それでもああなんで、まあ、もうビーズの半額であんな近くで見れるなんて最高ですよ、まあ、ゼップ新宿のフロア構成も良かったんで、フロアの中旬ぐらいに見れたからね、そう、あの音がちょうど音の真ん中で聞けたもんね、うん、あれは良かったわ、あれは良かった、うん、よかったよかった、久しぶりにいい音でテクノ聞けたわ、うん、そうで、まあそのイベントがあってですね、これあのソニーの公式のホームページにもの、ま、あるんですが、この時に、おいおい、ここに書いてあるんですけど、イベント前に噂だった巨大フチコマ、フチコマに実際乗ってゲームプレイできるっていう、まあそういう、なんていうの、イベントというか、あ、そうだね、そういう趣向が、発売イベントがメインだからね、あったんだよね、で、その巨大フチコマに乗り込んでゲームを、うん、まあこれね、当時のこの言い方を借りるとね、グラストロンゴーグルみたいな感じグラストロン、ね、ああ、VR ゴーグルすな、今で言うと VR ゴーグルなんだけど、まあグラストロンで見るゲームが映像が画面、うん、大画面に映し出されて、自分がゲーマーが見てる風景が、まあ、オーディエンスも見れるという感じだったんですね。で、そうそうそう、これがですね、私これやりたい人ってはいはいって言ってあげたら、じゃああなたっつって俺当たったんだよね。ワイも当たったけど一面でクリアできずで。ああ、そう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 、これでこれ実はですね、うん、私事前に体験版かなんかをやってたか、それとも多分そのこれ前日発売だったので、発売日に買ってもうすでにめっちゃやり込んでたかのどっちかだったんだと思うんだけど、もう一面簡単にクリアできるぐらいのこの連動でいったんですよ、うん、なんで、まあ、割とこれを簡単にクリアすることができて、もう大喝采を浴びたというまあそうだね、当時ゲームコーナーでクリアしてる人はネオさんぐらいしかいなくて、そうだったんだよね、なんでね、俺、うん、これ人生のピークだったなっていうかです、ね、みんなね、ただ単純にフチコマに乗りてえっていうだけで、そう、フチコマ乗ってって やれたのも良かったし、それで、うん、でまあこれがまた、ね、記事になってた、残ってまだ残ってるっていうのもまた嬉しいことですね、うん、今もソニーのレコードね、という、まあこれこのイベントはなんかそのマルチイベントで、そのゲームも体験できるし、その放火機動隊の映画自体も別のところで上映もしてたっていう、うん、そう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 、あのチルスペースみたいなのがあって、そうそう、チルスペースで映画をずっと流してたっていうのが覚えてる、いやすごいですね、すごいイベントだったんですよ、これが幻のイベントで、すごいイベント、そうで、うん、くしくもこの日っていうのは7月18日から19日にかけてで、7月19日っていうのはですね、これがですね、Q&A版の劇場版の真心を君の公開日だったんですよ、これ時代を感じるね、そうか、そう、なので時代感じるね、なの でそしてその1週間前の7月12日にはもののけ姫が公開になってるだ年なんですよ、あ、なのでこれはこのイベントの足で朝からエヴァを見に行くっていう人がいたりとか、すごい日だったんだこれね、
まあね、その日は多分朝から見に行く人とか多数いたと思うよ。そう、1997年7月18日金曜日、うんうん、だったんですね。これは忘れられない日だったんですけど、うん、でそれで、まあ、このプレイステーションの CD が発売、ゲームが発売になって、それのサントラ CD っていうのが出たわけですよ、ソニーレコードから。あ、そうだね、当時はソニーだったね。そうで、これがここに現物があるんですけど、この光学迷彩でこう縁駒が透明になるっていう、この角度によって変わるっていうジャケットなんですね。すごい凝ったジャケットだったっていうのは覚えてる。こうすごいすごい。でこの CD がですね、またね、ここにもチラシがあるんですけども、これがですね、2枚組なのに3568円、安い安いんだよね、当時の CD は。とにかくね、輸入版じゃないんだよ、国産版なのにだよ。国産版だからね。うん、で今度この CD が再販されるんだって。今もう絶版になってて、あのレア化してて、この CD 今メルカリとかでめっちゃ高いんですよ。うん、あ、そうだね、なんか中古品で6500円で売ってるのを見たとかっていうのはちょっと情報入ってそうで、今なんか話題になってるので、まあ、1万円超えてるのとかも出品されてたかとかしてて、いやープレーでつきますな。うん、つきますよ。でまあ当時もまあこれ今度復刻するっていうのでも値段落ち着くとは思うんだけど、で、うん、で今度はこれに、これは21曲入りだったんだけど、今度はボーナストラック2曲入れて23曲入りで出すってなったんだけど、これが値段が6380円なんですよ。まあ今と時代としてはしょうがないんだけど、倍、ほぼ倍の値段するんですよ。ほぼ倍だよ ね。9月にリリースっていうので、でこれで会場で、予約をその場でしてくれたら QR コードでなんかそのね、キラキラしてるステッカーもらえるってなってたんだけど、俺その2曲増えてるっていうの知らなくて、というか場内でアナウンスされてなくてですね。そうだね、うん、あの帰ってきてからあの携帯見たらあの情報が上がってたみたいな感じ で、え、未公開収録あんのみたいな。そうそうそう、それでちょっと、ね、ああ予約しておきゃよかったってなったんですね。で、まあその時の当時のものの、このプレゼント企画がありまして、うん、それがこのサウンドトラックとゲーム自体についてくる応募券があって、これに「フチ」と「コマ」って書いてある2枚の応募券をハガキに貼って送ったら、オリジナル T シャツプレゼントで300名 にプレゼントっていうのがあったんですよ。でそれに私応募して、これ今だからこの応募券切り取ってるんですけど、ここの切り取ってるのが見えるんですけど、でこれ でこれ当たったんですよ、 T シャツが。このフチコマのこのジャケットの絵の T シャツが当たりまして、うん、で、これを着ていったわけですね、当時の会場に。当時の時、今回の会場に。で、バニヤマさんは当時のあれって、あのメガテキボディナイトの物販で買った T シャツか、あれって。メガテキボディナイトの物販の T シャツオリジナルだよね。で、あれ、それで黒い方のあのフチコマの黒い方のフチコマがの、そうそう、俺は白い T シャツで行って、して白黒コンビで行ったんだよね、これね。うん、うん、で行って、まあたこれ例えばそのメガテクボディナイトの延長線上と我々は考えていたので、そういう当時もの T シャツ着てくる人結構いるんかもしれないなと思って、かぶったら恥ずかしいなとか思ってたんだけど、全然いなくって、そんな人が。いや、いなかったね、思ったより。全然かぶんなかった、ね、もうちょい入れんのかと、ね、思ってたら、思ってた思ってた、誰もいなく。そう、それでこれであの2人でなんかその VR 体験みたいのを並ぼうぜっつって並んでたら、あのね、レコード会社の方に声かけてもらったんだよね。そうだね、レコ社の方に、当時ソニーだった方、今独立されて別のレーベルやってる方、ね、そうそうそう。で何か今回のあのヒロシさんって言われてたから、ウーマレコーズかな、ウーマレコーズの方ですね。ヒロシさんって多分言われてたと思う方なんですけど、まあ社長なんのか、うん、偉い方なんですよね。うん、でまあ、その方に声かけてもらって、で今のまあ広報かなんかの方だと思うけど、女性の方にあの写真まで撮ってもらってで名刺までもらっちゃったんですね。あの当時そんな、そうだね、こんな状態 のがの残ってる人が来てるなんてっていう感じで喜んでもらえて、そうそうそう、立ち話で写真撮ってもらって、うん、まあ貴重な裏話が聞けたっていうのもすごいありがたい。そう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 。でこの時の CD のこのアートワークはあの村上隆さんなんですよねっていうので、ということはそうそう、この T シャツの村上隆さんが手がかかってる T シャツだっていうことだよね、我々のね、きっと。
そうだね、うん、メガティックボディナイトの関連の T シャツがそうだっていう話だったんだ。そうそう、なんでこれで開けたら分かるんだけど、これここに、これもさ、トークショーでも言ってたんだけども、このジャケットのとこにこの鬼とかそういうのがこう書いてあるんですよね、この大和絵というか、うん、でこれがまあ開会危機の村上隆さんの、まあ、原点だろうということで、これ村上隆さんの展覧会俺行ったんですよ。であのね、あれですね、500羅漢図展っていうのがあって、羅漢像の絵を500体描いたっていうやつがありまして、だからやっぱそういう、今そっちの方向に傾倒してるんでしょうね、村上隆さんはね。はい、っていうことが聞かせてもらったりとかですね、非常に、嬉しかったですね、声かけてもらって。でなんかもうそうだね、当時のお話聞けたのはすごくレアな。そうで、もうサンプルすらもう T シャツ残ってないんでとか言って、だから写真撮らせてください、ちょっと珍しいんで写真撮らせてください、ね、ちょっとうちの SNS 使っていいですか、そうそう、ああいいっすよ、まあさすがに使われてなかったみたいだけど、でもあれだって、うん、なんか私のツイッターを特定してくれたらしくてですね。ああそうだね。そう、俺でもお姉さんからメール来て。あ、メール来た？俺もメール来たのよ。メール送ったからさ。ネオさんの SNSX のアカウント見つけまして、社内で盛り上がってますっていう。そう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 、そう、ね、で今度お会いできることがあればそのステッカーあげますって言ってくれたよ。やったなんかそう、ちょっとバニヤマさんコンタクト取ってよ。そうね、うん、それはね、ちょっとそれでちょっと飲みに行けたら最高だな、話聞きたいな、いろいろ。まあ当時の話は関係者から聞くっていうのは一番ありがたい。そうだよね、だからこの CD もさ持ってきゃよかったと思って、で持ってってやっぱりそのね社長さんにね、この今日も持ってきてんですよってやったら、ひょっとしたらワンチャンね卓球さんにサインもらってきてくれるとかあったの、ね、だって、あ、でもイベントの後だって卓球さんとね、写真写ってたもんね。うん、まあ当時の関係者のおじさんたちと一緒に写真を撮るっていう儀式を行って、うん、X に載ってましたからね、卓球さん、ね。いやいや、だから、いや、すごい人だったんだなと思って。だって、あれもね、当時のミックスアップの T シャツ着てたもんね。そうだね、うん、ブルーのミックスアップ。そう、ミックスアップ。ミックスアップも何枚も持ってんな、未だに持ってんな。今何持ってるか、物持ちいいんだ。あ、小松崎さんのジャケットのだよね、あれね。うん。うん。なんとか号とか言ってね。卓球号とか言ってやるやつですね。昔のプラモの絵描いてた方ですね。うん。うん。っていうジャケットのやつの T シャツ着てたっていう感じだったんですね。うん、まあ、そういう感じですね。そういう経緯がありまして、その、メガテクボディナイトの正当後継イベントであるディープダイブインシンクウィズゴーストレジェル高架機動隊行ったという話が、はい、ようやく今から始まるっていうことですね。前振りがちょっと長い、ね、20分も前振りしてるんですけど、そうそう、ちょっと申し訳ない、うん、そうですね。でまあオープニングアクトじゃないけど、まあ、14時からイベント自体が始まって、最初は朝木さんという女性の方ですね。そうだね、朝木さん、ちょっと勉強不足で申し訳なくて、全然オン予習してなかったんだけど、で我々は物販の列に並んでしまったんですよ。そうなんだよね、物販借りる前に買っちまおうっていう、そうそうそう、売り切れる前に並ぼうって言ったらめちゃめちゃ長蛇の列で、もう階段何重にもこう並んでて、で2時間ぐらい並んでしまったんだよね。そうだね、うで途中でレーベルの社長さんと候補のお姉さんに、あれまだ並んでる、そう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 言われちゃって恥ずかしかったけどそうなんですよ。で、ドングリズとか好きだったんでドングリズ見たいなと思ってたんだけど、ドングリズも全然見れなくて、ちょうど向こうの方でなんか鳴ってんなっていうの聞こえるぐらいでしか聞けなかったっていうところはちょっと残念だった。そうそうそう、うん、ちょドングリズはね頑張って行く前に勉強してて、ああこういうアーティストなんだっていうのは分かったんで。そうそう、俺 YouTube とか見てて好きだったんでドングリズ見たいなと思ってて、うん、でもちらっと聞いてたらあれだったね、デリック・メイリスペクトでデリック・メイの曲かけてたね。そうだね、なかなかあれだよ、それこそプレステのサウントラリーの入ってる To Be or Not To Be の一部分を使ったりとかして、かっこいいアレンジしてるなと思って。そう、一部使ってたね、うん、うん、その辺がすごい
あ聞きたかったなっていうのもまあありましたっていうところですね。ちょっともったいない。でまあ2時間近く並んでですね、これで何買うかよってやってたら俺の直前で俺が欲しいサイズが売り切れてしまったんだよね。そう、枯れるっていう悲しい事件が。そう、俺 XL 以上じゃないともうちょっと、まあ、あの着れないなと思ったんで、 L だともう普通のジャストになっちゃうので、うん、ちょっとジャストで着る T シャツじゃないなと思ったので、うん、もう残念残念だけど、もういいやもう買わないっつって諦めました。でもまあバリア、まあ、私は、うん、あ無事に T シャツとパーカーを手に入れることができまして、まあ、まあ、で、T シャツパーカー買った物販の方にあのステッカーもらえたので、まあ、ネオさんと一枚で。そうなんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ここにあります。このね、ゴーストジャスリーのね、このね、三角のね、ステッカーを。三角のいただきまして、もう最高です。これもう。もう貼らないで。もう取っとこうか。貼らないで取っておきます。そうね、これも大事なものだから、ね。大事なものです。これも一つの思い出。これもまた27年後に、こん時よなーってなるから。まあね、うん、そういうやっぱでもやっぱりあれだね、あのツイッター見てるとやっぱ27年前のイベントで、からの続きで来たっていう人結構いたね、やっぱね。ああ、やっぱりいたんだ、うん、で俺これこの CD 再販されますってこのチラシもあの大切にもう今もうこれ今もうあれですね、クリアファイルに今これちょっとガッチ入れて、あもう折れないようにして保管してます。あの持ってくる間にシワシワになっちゃったんだけど、これはそのシワシワも一つのこの勲章ということで、こういうチラシもね、ずっと取っておいちゃうんですよね私なんでね、本当に部屋はゴミだらけでも俺にとってはお宝なんだ。コレクションが多いのはいいことですよ。そうなんですよ、コレクションが多いことですよ。でまあまあそれで物販が終わって、でもあの VR ブースもう2時間待ちだったんだよね。そうだね、 VR 何やってるのか結局全然何も分からぬまま、分かんなかったけど、お化けさんっていう方と360スタジオっていう方の、まあ、コラボの何か、まあ、高架機動隊の映像なのかな、だったのかな、ちょっと見れなかったんですが、まあ、そういうのが、まあ、一応そのイベントの間中はやってたけど、ずっと列が途切れなかったっていう感じだったですね。そうだね、皆さん自分のお目当てのアーティスト以外の時には並ぶっていう感じ。ああ、そうだったのかもしれないね。で出入りは結構早かったからさ、うん、まあ、待ってる間にお客さんの出入りはあったんで、うんうん、そうだね、だから割と前の方にも行けたりしたよね、そのちゃんと戻る人もいたりとかしたんで、ずっと前で張ってるっていう人あんまりいなかったんでね。ずっと待って地蔵系の人はいなかった、うん、地蔵系はいなかった。だからちゃんとそういうクラブリテラシーがある人たちが結構ちゃんといたなっていう感じですね。やっぱあの、ね、やっぱクラブ歴が長いあの我々のようなお年寄りがいたりとかしたので、その辺がちゃんと分かってるっていうところですね。ちゃんとあのまあそうで、ね、うん、ドミューンの宇川さんの話になっちゃうけど、リキッドルームが新宿にあったこと知ってる人っていうところで、はい、ちゃんと俺と2人で手挙げちゃったもんね。もう行ってましたと、はい、行ってました、階段並んでました、並んでましたね。リキッドルーム、床が波打つからリキッドルームっていう名前だったんですよぐらいまで言いたくなるぐらい。ああ素晴らしい、いい、そういうあの豆知識いいわ。もうリキッドルームももうだって恵比寿に移ってもう20年とか経ってるわけでしょ。そう、恵比寿に移って20年、うん、で今度20周年のイベントで、電気がワンマンやる、やるやるやるし、俺が大好きなテストセットもや、うん、ワンマンやるという感じですね。あれ3日間だからもう一つなんかあったよね。誰だったっけ、ああ来るもう一、もう一日はどうだったかちょっと忘れちゃったけど、ちょっと忘れたね。まあいいや、うん、そう、まあそんなんで、我々はあのフロアに復帰しまして、ビールをもらって、で、15時20分からマイカルブテさんっていう方ですねが、そうだね、やってギリギリ見れて途中から入ってって、まあよかったね、かっこよかったね、かっこよかった普通に、うん、すごいよかった、女性ボーカリストの方で、うん、まあなかなかなんかやっぱかっこいい、ルブテって名前だけあってフランスのハーフなんかなんだろうねきっとね。ああそうなんだ、あれだってパリと東京と香港で幼少期過ごしたって言ってたから。あそうなのね、音楽的ルーツもそこら辺にありそうで、うん、そうなんだね。それでそこでそのあれをなんでシンセサイザーに触れるきっかけがあってでハマったなっていう感じらしいですね、うん、ああなるほどね、ちょっと勉強アーティスト情報調べました私。ああ
で、その後まともに聞けたのがヤイエルからだったんだよね。ヤイエルはね、ネオさんからあこれ聞くべきバンドだよって教わってたんで、まあいい位置キープできたんで、いい音で聞けてよかったなっていう。そうなんですよ。ヤイエルさんはですね、2015年から活動されてて、はいはいはい、すごいな。バンド名はニューエイジ思想家 バシャールによる造語。2015年に人類が初めて接触で異星人を指すということですね。まあ異星人のことらしいですね。ああそうなんだ、そんな意味があったね。そうで、日本人という貴族を背負いながらもその義務を使わず世界に向けて音楽を発信すると、国外からは日本的義務がない表現は黄色人種によるサルマネと映るし、国内からには日本離れと表現される。その状況に宇宙人だと自称せざるを得ないことに対して皮肉を込めて、なんて頭いいね。賢いね。東大卒か何かの方でしたっけ。確かに東大だったっけな。東大だか芸大だったかなって。まあそこまで裏打ちされて考えて芸名つけられてるってことは、そうだね、バンド名つけられてるってことは、そうそう、ね、ちょっと賢いな、インテリジェンスを感じます、インテリジェンスを感じますという感じですね、うん、でまあそのヤイエルのバンドのライブが非常にかっこよかったですね。まあ、後半なんか特にもうアゲアゲだったもんね。そうだね、うん、皆さんフロア全体が踊ってらっしゃいまして、うん、だからなんかあれだったもんね、あの結構そのヤイエル聞いた後にもうなんていうの、この一回トイレとかに戻る人たちに、いや最高だったなおいとか言ってたもんね。小声でねって言うと、ね、いやひそひそ言ってたね、まあまあまあ、うん、っていうのが、まあ、ライブが前半でありまして、で17時から押井守さんと河合健二さんと宇川、うん、さんにやるドミング配信があったっていうことで。そうだね、うん、ドミング配信で、まあこれのトークの内容をちょっと要約していろいろ話したいんだけど、うん、まあその95年っていうこのあれが映画が公開された年はどうだったかっていう話で、押井さんの振り返りがあったですね。リキッドルーム歌舞伎町にありましたとか、インターネット元年で流行語大賞がインターネットっていう、うん、Windows 95のくらいかな。そうだね。で98年ぐらいになってくるとスケルトンブームが来て iMac っていうね、確かに iMac スケルトンだったよね。そうだね、 iMac はスケルトンで、あの一体型のやつだね。そう、なんだっけ、スケルトンブームってやっぱすごかったよね。俺本当にホチキスまでスケルトンだったもんね。当時の学生さん、社会人さんは、あの文房具がスケルトンだったことは覚えてらっしゃる。そう、あの無印良品行くとスケルトンのシャーペン売ってたもんね。まあそうだね、そうそうそう、そんな感じだね、そんな感じだったんですよ、うん、でまあその失われた30年、まあ我々ロストジェネレーションなんでずっと失われてんですけど、まあ全然いい意味にハマる世代だからね、バッチリ何にもいい意味にやってないんですよ。バブルも外れてるし、もう あれもなんだっけ、就職氷河期の真っ只中で、超氷河期だし、リーマンショックもちょうど社会人になっていい感じの時になってるし、うん、で大震災起こってコロナでしょ、全然いいことないよね。全然いいことないし、うん、本当。まあとは言っても生き延びてこうやって遊びに来れるぐらいの、まあ、レベルを維持できたのは、まあ、ありがたいことですね。まあね、うん、それはありがたい、ありがたい。でまあその95年当時の、まあ、思い出はどうですかってこう宇川さんに聞かれて、おしいさんが何もないねって言ってずっとバーチャやってたなって、バーチャファイターやってたなって、でバーチャファイターの話だけで20分30分してたんだよね。そうだね、アニメーターは物を動かすのが好きだから、あのゲームにバーチャファイター自分投影して動かすのが好きだったっていう話を延々とされてらっしゃって、そう、それが20分、まあ、楽しかったんだ、楽しかったけどね。ちょっと本当は宇川さんもっといろんな話掘りた、引き出したかっただろうに全然だったっていう感じだったね。歯が立たなかったみたいな感じだったね。そうね、押しさん押し節に負けてらっしゃった、押し負けられた、押し節にやられてたっていう、ね、感じですね、うん、そうで、まああれですか、まあ、フェスの話もして、ね、映像と音楽は、まあ、実は親和性はあんまり良くないものだと、まあ、そういうクリエイター最高峰のクリエイターの方から言われちゃったら、もう身も蓋もないですよね。ああそうなんですねって言うしかないよね。そんなことないってまあ言いたいけど。そうだね、うん、あのただ第1回のフジロックの話にもちょっと触れてたけど、うん、私幸いなことに第1回のフジロック、あの個人的にあの当時のクラブで遊んでたメンバーと行けてた
ことありまして。行ったの？あ、そうなの、ね。行った台風の中。あ、だから寒い寒いになってたわけでしょ、あれきっと。そう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 。ブルブルみんな震えてたっていうのはそうだよね。そう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 。うん、まあ当時もあのもう当時の名前も電話番号ももう全部抹消されている知り合い、あ、まあ、クラブでしか知り合ったことない人と行ったわけなんで、うんうんうん、まあまあまあ一晩中遊んで楽しかったは楽しかったけど台風来てまあひどかったなっていう。あれだ、途中で終わったんだっけ、あれってなんだっけ、結局なんかもう中止ですってなったんだっけ。あ、2日目が中止になったんだっけ。2日目が中止になったんだっけ。 あれ伝説の回だもんね、第1回っていう。まあ初回は本当富士山のところでやった、うん、だからテストセットのレオ今井も行ってたって言ってたもんね、当時客として行っててもう最悪だったって言ってたもん、ね、そうそうそう、うん、その後フジロックに関しては東京で何回かやってる時には行ってたけど、うん、もう完全に野外になってからはちょっとあの音抜けちゃうっていうことで。ああまあそうだよね、まあ今苗場で私は参戦して言いつつ、あれ今苗場でやってんだっけ。今苗場で、まあ、全然富士でも何でもないんだけど新潟でやってるから、うん、で富士ロックの富士どこ行っちゃったのないそうそうみたいな話。まあでもまあ屋号が残ってるっていうだけでいいんじゃないですか、そこはそこするんで。まあまあまあ、うん、まあ富士ロック行かれる方は今年もあの熱中症脱水症状ご注意、さすがメディアの方は違いますねすげえな。まあそれで結局おしいさんはそれを見てあちゃーってなってたんだけど、その映像と音楽をちゃんと融合することができるアーティストは河合健二だってなったわけですよね。そうだね、河合さんのことはすごい褒めてて、うん、すごい勝手で、ね、あの本当に当時の VJ 技術、まだまだ VJ って言っても走りの頃だから、うん、もう本当に後ろに幕張ってスクリーンに投影するぐらいのレベルの人さんだ、まあね、プロジェクターでね、そうだね、プロジェクターで、ね、うん、まあそれでもすごかったって言われてらっしゃるんで、うん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 、でまあそういうことで河合健二さんがいよいよ喋れる喋るようになったんですがそうね、で河合さんに当時の話どうでしたっていう話したら、いやとりあえず推しさんが太鼓ですって言うから、あの池袋かどっかの太鼓屋さんに行ってきましたって言って太鼓を2個買ったっていうお話からスタート。そうそうそう、これ結構方々でされてる話らしくてですね、ネットでも結構記事が出てて、うん、あの調べ直したらですね、うん、で民族楽器って言ってムリダンガムっていうのと、あと、タブラを買ったらしいですね。タブラってあれだよね、あのユザーンが叩いてるやつですね。そうそうそう、あの音階ができる叩いて音階ができるやつ、うん、インドのタブラですな。タブラとそうムリダンガムを買いました。で太鼓ボーンと叩いてみてどうしたもんだろうかと思ってたっていうのはちょっと笑っちゃったけど、ねうん、でこれは会場では言ってない話なんだけど、この他のネットの記事によるとやっぱりこの、うん、なんつーの、この太その楽器をちゃんとしたなんつー正当な使い方をしてないわけですよ。あ、そうなんだ、ね、そうじゃん、結局さ使い方は分かんないから自分の解釈でこのような風に叩いてっていうので手探りでやってるから本来の奏法とは違うわけですよ。あ、まあそうだ、タブラオリジナルの使い方されてらっしゃる。そうそう、なのでそこのところが逆になんか絵も知れないエスニックななんかスピリチュアルな分かんないけどなんか壮大な感じがするっていう感じを醸してるんだよきっと。ああ、だろうね、うん、でまあ、おしりさんも言ってたけど結局高架機動隊の話の内容がもうみんな理解できないけど なんかわかんないけどなんかがすごいも見たっていう感覚がまたそれがいいんだと、うんうん、できっとみんなわかんないでしょうと、うん、確かにわからんのですよ、あれは何回も見て自分なりに落としどころを見つけないと。まあ初見の方は初見で理解しろっていうのは難しいと思うし、うん、それこそあの27年前のメガテクボディナイトの時ではあのチルシーに行ったアニメコーナーであのアニオタガチのアニオタの方に、うん、こここうなんすよっていうような裏話、僕の考察はこうなんですけど、うん、みたいなのは教えていただいた。やっぱその考察っていうのがする余地があるからこそこうやって懐の深い作品になってるわけだね。そうだね、うん、あの最近多いあの何も考えずに見られる脳死アニメとは違うっていう。そう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 、だからまあ
あの視聴者で考えさせるっていう、このまあ、うん、あれでビューティフルドリーマーからそうだよね、あの推し作品っていうのはさ、推しさんはで、うん、あの胡蝶の胡蝶の夢とかその辺を引き合いに出してきて、やっぱ人間っていうのは、まあ、どこから人間かっていう話なんだよね。その脳があるから人間か、体があるから人間か、その認識、うん、我思うゆえに我ありだから人間かなわけですよ。その辺の、まあ、そこら辺のジャッジメントはあの各々それぞれ心の中にっていう感じで、だからビューティフルドリーマーもそうだし、パトレイバーの劇場版もそうだし、効果機動隊の、うん、まあね、ゴーストがささやくのしてにしてもそうだし、まあ、全部やっぱおしりさんのあれっていうのは、作品っていうのはそういった自分っていうのはどこにいて、どっからが人間とか、そういう自分の線引きなのかっていうテーマっていうのはずっと語ってるところですよね。まあずっと基本がそれなんでしょうね、推し監督は。そうなの、あの人の哲学はそうなんだよね。だから、うん、神道とかっていうのにやっぱだいぶやっぱり傾倒してるもんね。そうだね、その話もあの余談でネオさんが調べてたけど、うん、あの広角のアマテラスに関する話とかっていうのもやっぱり後付けだけど、やあ必要だよねって。そうそうそう、半分ぐらい後付けだけどねってめっちゃ笑ってたけどさ、みんな、うんうん、そうそう。でまあちょっと太鼓の話に戻るんだけども、うん、あれですね、まあこの太鼓はオケとか、オーケストラとかそういうなんつうバンドの音に混ぜ込んじゃうと良さが全然浮き立ってこないので、じゃあこれは歌だけにしようということで、じゃあどんな歌がハマるかって言ったら、このブルガリアンボイスがいいんじゃないかっていうことになって、はめてみたらめっちゃかっこよかったという話なんだよね。そうだね、そういう話はしてらっしゃった、ね、そうで、ただブルガリアンボイスの方が、うん、あの私たち音階のない音楽を歌ってるので、そういう楽譜的なものはお断りします。なんかポリシーとしてはっきりお断り、そうポリシーとして、あのそう歌いませんと言われてしまったということ。歌いません。で、うん、俺ブルガリアンボイス調べて YouTube 見たんだけど、めちゃくちゃいい、ね、やっぱね、うん、あのでもちゃ、めちゃくちゃいいんだ。でもちゃんと西洋音階だった、ちゃんとやっぱり。ああそうなんだ、うん、あちらはあちらの西洋音階、西洋音階でやってるけど、あの重厚な、うん、あの音の倍音っていうんですか、みんながこう一斉に声を出すことによるこう低音と高音のこの、うん、波長のこの分厚さがすごい、うん、やっぱ ですごいなと思う、面白いです、聞いてみたらいいと。あでブルガリアンボイスを、ね、はじゃあブルガリアンボイスに匹敵するものは何かって言ったら、まあ、あの日本の民謡かという話になってくるわけですね。そうだね、と当時手掛けられてたアニメで、散々アニメでよく多いんだけど、なんとか温度みたいなのが、そうそう、あの獣戦士ガルキーバっていうやつがあるんですけど、獣戦士ガルキーバ温度を作るときに、あのその時にこ の, あの西田和江社中っていう、西田社中っていう、そのお囃子を専門にやっているプロの方たちがいるんで、うん、まあ、その方に、このガルキーバ温度もやってもらったので、3人呼んでこれやちょっと歌ってくださいって言ったら、いいですよってあっさり OK だったっていうそこ OK だったっていう話はちょっと笑った、面白かったね。でそれで、うん、あの太鼓のとかタブラとかの音に「あのはいやー」ってやつね、「とよむなり」ってやつを乗せたらかっこよかったっていう話ですよね。かっこよかったっていう話 で、じゃあ今度、じゃあ言葉をどうするかっつったら、まあ大和言葉がいいではないかということで、この歌詞を河合くん書いてって言われちゃったので図書館に行って万葉集とか古事記とかを調べて、その相当するようなとこ、あの言葉を抜き出してこう曲を作ったっていう話だったのね。そう、おしさんで意外と丸投げなんだな。丸投げだったんですね。そうで、まあそこで宇川さんがやってたのが、当時そのそれこそこのリリース直後にの頃は西海岸に住んでたので、ビデオがリリースされて、まあ、ビルボードで1位とか取ったりとかしてて、で、まあ、これのサントラでこのその歌を なんて歌ってるのか、お前日本人だろって言われたんだけど、聞いても全くわからないとでしょうがないから、わからんと言ったら、あの大和言葉だからもうしょうがないしっていう話。そうだったんだよね。まあ、これ日本語じゃないのかって言われたけど、日本語なんだろうけど古い言葉すぎてわからんっていうことなのね。まあ当時はしょうがないよね、うん、今ほら当時というか今ってさ、そういう時代交渉とかそういうさ
なんていうの、こう専属の人をつけるじゃんか。まあつけますな。監修つけるじゃんか。それがないから。監修つける。それがないからこそ、こう誰も聞いたことないわけわからん音楽ができるわけだよね。河合さんの天才的な感覚で。そうね。河合さんの天才的なところがあって。いや、あの人天才ですよ本当に。うん、そうです、うん。っていう。話があってですね。でまあまあ軽井沢で、なんか毎晩飲みすぎて二日酔いでなんかね午後スタジオ行ったらなんかあの河合くんが一人で太鼓ボーンとやってたとかっていう話が面白かったですね。でそうね。で押井先生がほぼ話の8割持ってったから。で押井先生はやっぱりこのサントラの作り方の手法としてこういう音楽を作ってほしいからこの楽器を使ってくれじゃなくてこの楽器で何かやってくれの人なんだっていうことで。そこが発祥っていうのがちょっと面白かった。面白かった。でスカイクロラーの時もそうだったって言ってたから、やっぱそういう感じなんでしょうね。うん、で西洋楽器は使うのをやめましょうということも、うん、で、だから不思議なああいう曲になったっていう。だからあれなんだよね。その何もっていうか 和楽器すら使ってないのよ。そうなの。そう和太鼓も使ってないのよ。の全部海外の西洋楽器じゃない。その民族楽器を使ってるんだよねあの曲って、うんうん、それがすごい、うんうん、で、これも押井さんが海外の人に言われたっていうんだけどあのほら「はいやー」ってあの拳が入っちゃうところでしょ。ああありますな。そうあれ拳が入っちゃうのは予定いなかったんだけど、これはネットの記事なんだけどあれは予定はなかったんだけど面白いからそのまま入れたっていう拳らしいんだけど、であの、うん、あの拳の節回しっていうのが外国人にはわからないらしくてどうやって音を出してるのか。まあ演歌民謡を聞き慣れてる日本人の我々でもなかなか拶っていうのは難しいから、ね、難しい解釈するの。あれはどんなエフェクトの変調かけてるのかって聞かれたって、うん、ああエフェクトでは出ねえよ。そうだあれは生だからっていうのでええー、ってなったっていう。そう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 、うんうんっていうのがあって面白いですね。ベルカントとかいうね歌い方っつって、うん、でまあイノセントにおけるググズータとかまあその辺とかもまあそういう系譜でやってるよっていうことで、そうでまあ、ね、今もそのインバウンドみたいな感じで、うん、最新のこのチケット売り場でまあ人形浄瑠璃とか雅楽とかそういったののチケットももうバカ売れしてると、まあそういったのがやっぱ外国人にこう新しい感覚で受け入れられてるっていうのはやっぱりインターネットっていうのは神道であるということがこれが今回の一番の金言だった気がするね、これね。ああそうね、うん、その話はずっとされてて、うん、ああなるほどなっていうのは分かったっていうのはあるね。そうそう、だからインターネットっていうのは八百万の神で一神教じゃないので中心がないと、うん、うん、なので誰もが神であり、あるしこうそれを司る中心とするものもないのでその概念っていうのはもう日本人しかわからない理解できないことだと。だから全ての花にも宿るし人形にも宿るし生きてないものにも何かが宿っているということですよね。そう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 、うん、まあ本当に八百万と神については日本人しかまだ理解できてないっていうところがちょっと難しいよね。宗教観も入ってきちゃう。まあ八幡様でね、要するにね、うん、そう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 、うん、そうなんですよ。まあでもあれもそうなんだよね。八幡様もヤハウェから来てんだよね。ヤハタとかね、そういうところ、ね、ああそっちから来てるからね。そうなんだよね。実は名前的にはヤハウェから来てるので、うん、唯一神ではあるんだけど名前 の、うん、あの語源からするとね、うん、うん、なんだけどね。まあでもそこがあのこの何つうの、うんと高架機動隊が神道に続いてるっていうのはここでまたつながるんだよね。やっぱこの音楽もそうだし、この男が、ねね、アニメーション自体、物語自体、あ、城政宗先生の、あの世界観にも原作含め、うん、世界観含めで、であのネットの海は広大だわって言って、あの元子はネットの海に消えていくわけじゃない。そうそうそう。で、それを、そうそうね、それを取り戻そうとするバトーがこれイノセンスで今度なるんだけど、これがそのネットの世界に引きこもってしまうアマテラスの御神こと草薙元子でそれを取り戻そうとする、天の岩戸を開けようとする馬頭こと田尻王であると。あー素晴らしい、うん、全部半分ぐらい後付けだけどかっこいいよ設定がそれがね、それがね今回言いたいことっていう。いや素晴らしい、もうそうかと思ったいや後付けでもいいんですよ、かっこよければぶっちゃけ、うん、
そうでこまた面白かったのがこのアニメは非常に低予算で8ヶ月で作りましたって話も面白かったんですよね。そうだね、普通のアニメのなんか半分ぐらい、半分ぐらいの枚数で書かれてる、ね、あんなにいっぱいアクションしてるじゃないですか。いやあんなシーンは1割しかやったぐらいしかないよと。エレベーターで3分も喋ってるのこの映画ぐらいです。そうそれめっちゃ面白かったね。確かにだから優れているっていうか快感を与えるのは優れたダイアログであって、あの別に目で見たものではないっていうことを証明できたっていうことね、これね。うんうん、でパトレイバーの劇場版もずーっと喋ってっから竹中直人が。あ、そう、確かにね、ずっと喋ってるね。面白いんだよ、それがまた面白いんだよ、言葉なのに。で、うん、ずっと背景とかしか映ってないのに、あれでもこれってこういう手法って後々のあの西尾維新のあの物語シリーズに絶対受け継がれてんだよね。あれもずーっと喋ってて結構背景流れてるだけとかなんだよね。まあそうだね、会話劇なんだよね。シャフトさん使った、うん、シャフトさんが作った物語シリーズも、まあ基本は主人公の語りがメイン。そう、ずっと神谷博士が喋ってるだけだからさ。神谷さんのおしゃべり、うん、で時々あのメインキャラクターで絡む今回の物語シリーズの〇〇がちょっとあの会話に入ってる。そう、ヒロインがね毎回どのヒロインも可愛い。もう俺物語シリーズ大好きなんだよな。あれだってヒロインによってさ、あの主題歌も変わるじゃん。あれもいいんだよね。そうね、うん、最高です。まあいいや、その話はその話でまた後ほどしたいっていう話なんですけど。でまあ結局これでほとんど時間が消えしまったっていうのがあってですね、うんうん、でまあこういうコンテンツ増えてますけど、また新しいの2人でやったりしませんかって言ったら、まあやりたくないねっていう話で、もう発注があってでお金があればまあやりますよというところだったね。そうですね、音体的には自らっていうよりも頼まれたらやろうかなみたいな、うん、だから本当にねこれが、まあ、おしりさんに金を出して新しいもの作ってくれっていう人が今ね不況だからね、ないんだろうね、いないんだろうね。やっぱおしりさん多分金かかるよきっと、あの人今頼んだら。だからもうだって仕事ないって言ってたもんね。いや難しいでしょう。うん、でそれで言っちゃうと今回のあのイベントで発表された、うん、おじさんの後に発表されたドミューンの後のしちゃいますかね。いいですね、そう、ドミューン終わりますじゃねーってみんなはけた後に流れたティザーの、うん、ティザームービーですかね。アニメーション、うん、そうアニメーション始まりますよのティザームービーで全員が鳥肌立って、いや鳥肌立ってもうなんか場内は悲鳴に見てうわーなそうね、ふよえーひよえーなって、とりあえず写真撮れみたいな感じで、これが原作準拠のアニメ、サイエンスサル制作2026年公開機動隊、かー最高です、楽しみです。アニメ作品っていうのはありがたいし、うん、今回作ってくれるところがあの映像系のシリーズ作ってくれたところだから、あれ非常に楽しみっていう。湯浅正彦監督が立ち上げたスタジオだからね。うん。まあ今湯浅さんは今違う。まあ映像系の話もしちゃうと長くなっちゃうからここは切っちゃうけど。映像系には手を出すのはもう素晴らしいアニメだったですね。まあ、俺すごいいいアニメだから、アニメだし原作も俺前回持ってます。あれね。我が家の旦那さんのバグベアさんもハマってますしね。ああ面白いよね。今に見たい。あれを見返しております、ね。そうなんですよ。あのアニメってこうやって作ってんだなと思った。で全部全部あれがさ、もう鈴木敏夫であり、まあ、宮崎駿でありっていうのがあるから面白いよねあれね。まあね。うん、そこから始まる。そう面白い。手作業で始まるアニメーション。もう本当脱線しまくってるのが楽しいですねこうやってね。しょうがない。そうそう。でね。これがですね、あのまたおしりさんが言ってたので面白かったのがね、あのこのサイバーパンクっていう言葉がわからないと、このパンクじゃないだろう、まあ、うん、そうそう、まあね、パンクじゃないからわからない、まあ、ウィリアム・ギブソンとかそういうの分かって知ってるけど、この作品別にパンクじゃないでしょ、で河合くんパンクって何って言って分かりません。面白かった、音楽の人がパンク分かりませんって言っちゃうのがすごいなって。まあね、うん、そう、そこ短い話だったけどかなりツボには入ったインパクトあったですね。サイバーだではあるけどパンクじゃないって、うん、おしりさんの口から聞けたっていうのは面白かった。みんなサイバーパンクサイバーパンクってかっこよく言ってるけど違うよって言ってる。そしてじゃあなんだって海外で言われてたかっていうと、インターネットムービーって言われたっていう。そう、インターネットムービー急にダサくなるっていう。ダサくなるっていうけど、でも確かに昔の感じだ言ったら、確かインターネットを
こう可視化してるわけだから、まあそうだよね。うん。まあそうなんだよね。うん、で携帯ネットの海の中にっていう話だからね。今で言うスマホ、スマホをそうそうそう可視化したわけですよ。これっていうのは。うん。うん、で当時にはああいう今みたいなこういう全部 データと電波でやり取りするっていう仕組みがないもんだから、まあ、電脳通信っていう、うんまあ、概念ができたっていうことで、まあ、で分かりやすいからあーケーブルでつないだっていうことだね。ケーブルでつなぐのがでまた有機的であって、まあ、血管とかなんかそういうのを連想させるっていう話もあったね。そうそうそう、なんでそこがまあ官能的でもあるので、まあ、そういう絵として花があるってことだよねきっとね。ああいうのがね、まあね、うん、一枚家でも十分持つしね。やっぱ男がケーブルつないであるプラグインされてるっていうだけで、めっちゃかっこいい。やっぱあのあれだもんね、スカジーケーブルとかもう今ないけどかっこいいもんね。かっこいい、無駄にかっこいい。いっぱい端子があるのかっこいいもんね。いっぱいかっこいい、うん、そういうのはいい。そうそう、でまあ結局そういう、まあ、目に見える形で、まあ、その快感指数を上げていくっていう、まあ、アプローチになってるっていうのが面白いし、俺やっぱりこの携帯とかがない時代だったから面白いなと思ったのは、あのかっこいいんだよ、あのなんつうの擬態の人たちかっこいいんだけど、あれなんつうのこうキーボードカタカタカタって打って 手が結局手がカシャーンとさらに10本が20本に分かれて結局キーボードを叩いてるっていうのが面白いよね。まあね、データを転送してるんじゃなくて結局キーボードで 手打ちで入力してるっていうのが面白いなと思って、手打ちで入力してるっていうだからそれも電脳世界でつながってるのに、あの脳に直接入ってこないっていうデータ があの目で見てあの情報を入れる、ね、そうそうそう、その辺で結局通信網でしか使ってないっていう感じだよねやっぱね。そうだね、うん、あの固定された箇所にしかあの通信網を置いてないっていう話だったから、うん、なんで、まあ、このその辺のパラドックスみたいなのはあるんだけど、まあ、非常に、うん、あの 絵としてあの気持ちがいい快感を得られる絵なので最高ですよ、うん、やっぱり、ね、どうしたって、うん、まあそっちの方がかっこいいなっていうのはあるね、うん、今のあの個人があのモバイル持って歩くっていう時代もありはありなんだけど、ほら変な話、ツイッターの誤爆とかあるからね、うんうんうん、怖いんだよね。そうだね、だからもう誰でもアクセスできるところにあるのかっていうのが、だ本当インターネットの世界、ネットのみは広大だわっていうことで、もう本当にそうそうそう、まあさすがにダークウェブとかに、ね、アクセスするような技術はないけども、大抵のことは検索できてしまうわけですよ今や。今気になることあればちょっと待ってスマホ見るわ。だからそれ百科事典売れなくなるわって話ですよブリタニカ。うん、うん、でまあそんなインターネットを作ったおじさんたちと押井守さんは何年か前に会ったらしいんですが、誰とは言いませんと。そうだね、うん、誰とは言いませんが、こんなろくでもないこんなろくでもない世界になるとは思わなかったっていう言ってたっていう、ね、まあしょうがないよね。10年前って言ってもまだスマホも初期の頃だし、10年前でまだ 3G とかだもんね。うん、うん、動画とかおいすると見れなかったもんね、まあ、Wi-Fi があったから Wi-Fi で、だって無線 LAN って言ったもんね昔ね。無線 LAN でしたからね。うん、そう、うん、でまあ結局インターネットっていうのは、まあ、人間は AI なんか人間な使いこなせてないから AI の方が多分もう台頭してきちゃうし、まあ猿にアサルトライフル持たせるようなもんだっていうことと、うん、例えばそんなもんだなって感じがする。やっぱね、そうね、うん、猿にアサルトライフル与えても撃ちまくるだけで、まあ、マガジン買えねえからそこだけであとはもう振り回すっていうのは例えば秀逸だったなっては思って。そうだね、まあ猿がにタイプライター持ってたら 何千年後かにじゃあシェイクスピアを偶然書き上げるのかというとそんなことはないっていう、まあこれでこの話ですよ。うん、うん、その話だね、うん、っていうね、やっぱね、あの眼蓄がある非常にね、本当にインテリジェンスを感じる非常に面白い俗っぽい話もありながらもこう非常にためになる対談だったんですね。あとの対談は基本聞けてよかったなっていう、うん、面白かった、すっごい面白かった、うん、面白かった、うん、でまあドミノ宇川さんがあのかわいそうだったなっていう、ね、これから生成 AI の話したかったのに全然できなかったっつってそうなんだよな。もね、最近ここ2年ぐらいかな話題になってるのが、そうね、チャット GPT その前からずっとあったけど、そうが急に優秀になったから、
とポストヒューマンとかそういうやつで、あのやっぱ落合陽一さんがやっぱりあのこのあのシンギュラリティがもう来てると、うんうん、あのいわゆるそのあれですね、あの AI が人間の知能を上回ってしまうと逆転してしまうっていうシンギュラリティっていうのが現象なんだけども、うん、それっていうのはもう多分来年か再来年にありますよって去年ぐらいに言ってたんで、もう多分来てる。それがチャット GPT-4o でしょ、来てるわけでしょ今。まあそうだね、うん、まあいられフォトショー使ってても思うし、自分でこう変えたいんだけどって言われて、自分の手を動かさなくてももう背景変えてくれるから。そうなんだよね、あんたが欲しいのどうせこれなんでしょっていうのが分かるし。そうだからもうだって俺あれだもん、あの生成 AI をびっくりするまでもなく Amazon のサジェストですでに俺はもうさすがって思ってしまうもんね。あなたお探しのは次これですよ、そうそうそう、本当にこれですよ、そう分かってんじゃんってなっちゃうっていうね。あら欲しかったのちょうどっていう。本当だよな、先回りされちゃうんだもんな。そうっていう、まあ、シンギュラリティ来てますよっていう話に本当はもう来たかったんだろうけど、うんうん、まあ後日ドミューでもう一回やりますと、やっぱ押井守さんの口から聞きたいわけですよ、それが多分宇川さんは。まあ宇川さんはね、直接本人が行った現地取りたいっていうところも、現地取りたいんだと思う。現地取ってそれをアカシックレコードに残したいんですよ。それはあるだろうね、アカシックレコードの残したい、そう残したいはあるんで絶対に、うんうん、なんで面白いな、それにもう半分片足突っ込んだそのライブを見てたっていうことも自分の中での一つのこの歴史のこう1ページで良かったなっていうのはありました。うん、そうだね、投資の話聞けたっていうのはすごいレアな感じで面白かった、ね、まあ多分、まあ、ドミュー見てた人もどのぐらいの人数いたのかわからないけれども、うん、まあ知り合いにも何人かポツポツいて、うん、まあやっぱり押井先生の話聞けたのも良かったし、うん、当時のその環境だったり、うんまあ、自分の考えだったりっていうのを聞けたのは面白かったっていう感想は、まあやっぱ推し知るべしだね、みんなだからそういった抽出、うん、意見を抽出しててももう概ねというかもうほぼ肯定的な良かったっていう意見なわけだから、なんか無駄話聞いたなっていう人はいないわけですよ。そうそうそう、っていうかそれをそう思う人っていうのは理解してない人だな。良さを、まあねうんまあ、みんな基本的にはあのイベントはそのトークを聞きに来たっていう人が一番フロア多かったんじゃないのかなっていうのは体感で、まあ うん、そうだね、だってやっぱこうなんつう無駄話してる人とかいないし、ね、ちゃんとみんな聞き耳立てて聞いてたしね。そうだね、うんうん、一言一句逃すまいという感じだったもんね。みんな集中して聞いてたの。やっぱり神様の言葉っていうのはもうね、あれなんですよ、もう全部記憶しておかなきゃいけないんですよやっぱり。まあね、それは大事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 、まあ、そういう、トークイベントが、うん、まあ1時間ほどありまして、なもう 何回も早い終われっていうなんかもう最速来てたけどね、時間がない時間がないって、そう、かわいそうな、かわいそうに追い立てられて。まあ今度ドミューンの配信あったらまた聞きたいなって感じですね、もちろんね。そうですな、ドミューンで配信あるのかな、楽しみです。ということで18時からはいよいよお待ちかねの石野卓球さんの DJ が始まるんですね。うん、1時間のショートショートセットだったな、タイプだ、うん、まあ石野さんもまあ、うん、音楽機動隊でバックボーンが自分の若い頃あるから、うん、安心してプレイできたのか、今回すごい内容がよくって、うん、あれだったもんね、あんまりこうバニヤマさん的には卓球の DJ はあんまり好きじゃないっていう見解が事前にあったじゃないですか。長い卓球のプレーは好きじゃないっていうか、途中だれるっていうか、うん、またこの展開っていうのがあって、ああ、やっぱ玄人の耳から聞くとそういうふうにも聞けるわけですね。まあ石野卓球さんは見ようと思えばいつでも見れる、ありがたい身近なレジェンドって言えば身近なレジェンド、ね、確かにね、方々で DJ やってくれてるからね、方々、うん、で DJ やってくれてるからね、うん、地方の方も非常に見やすい方だと思うから、そう、ねうん、ロングセットがある日とかはチケット買ってイベント行ける人は行けて、うん、そうまあそうそうそう、こんな感じの人なんだ、あこういう感じのテクノを回す人なんだっていう風に見てもらえればありがたいかな。そうね、まあいつもそうなんだろうけど、まあ今回は
やっぱその高画期待のイベントなんで、まあ、往年のあのゴーストインザシェルから始まったわけですよ。今回の私の動画のオープニングで勝手にかけちゃったんですけど、あれからあの曲から始まったんで、まあ爆上がりですよね、フロアは。まあ当時知ってる人は爆上がりですよ。いやいや、あれを石野滝本人がかけてて、しかも DJ アレンジしてですよ、最高だったね。うん、あれはね、盛り上がるべくして盛り上がる曲ですから、ね、そうで、何がいいって VJ が良くて、そう VJ が今回、ね、うん、珍しくね、あの途中イベントの途中とかそんな振り返って話したりとかしないんだけど、うん、ネオさんに振り返って VJ がすごいね、VJ が一言言っちゃう。やっぱりこの公式広角機動隊の公式なんで、あの広角機動隊の映像を、うん、このアレンジした VJ だから、まあかっこいいんですよそうなんね、音と映像が非常にハマるといいますか。そうなんですよ、公式がやってるっていうのがなくて、もうロゴがグワーンって出るし、元子はダイブするし、トグサは出てくる、バトーは出てくるで、それがこの、うん、あのなんつうの、エフェクトかけられてその絵が崩れていったりするとかがまたかっこいいわけですよ。まあ普通にかっこよかった、ね、でこれはやっぱあの結構皆さんムービー撮ってる人とかもいたもんね、記念撮っとこうかみたいな感じ。そうだね、まあ多分ツイッターにめちゃめちゃ転がってると思うから、まあ見ればこれ、うん、まあかっこいいっすよ。で、やっぱりこうなんつうの、この公式のイベントじゃないとこういう映像をちゃんと使って本物の広角機動隊の映像は使えないから、やっぱぽいものしか作れないのところをちゃんとあのロゴもババーンと出るところが良かったんですよ、やっぱり。うん、で、やっぱ高画期待のイベントだなっていうふうに、そうだね、もう真骨頂を見ました。で、うん、DJ の機材セットとしてはパイオニアデジタル DJ だったっすね、卓球さんはね、うん、俺もね、こうあれ持ってるんだけどね、これね、RMX1000 使ってると思うんだよね、RMX1000 と500を多分使ってて、俺もうちここにあるんですが、このエフェクターのね、機材は優秀なんですよ、本当に。あのフィルターのがうまくかかるんでね、最高ですでももう絶版なのこれね、多分プレミアつくね。そうなんですね。あ、プレミアついちゃうか。もうプレミアついちゃって、もう多分生産中心で、うん、あのもう終わってるから終了になってると思う、ね、うん、そう。ちなみにこれはあの今の若手の人たちも結構あのこの RMX1000 は使ってますね。あの TK も使ってた。あ、ライブ映像見てると TK もその自分のキーボードソロの時にこの RMX1000 使ってた、うん、すげえと思った。まあ TK の話戻っちゃうと、ドミューンで一回 TK があのライブやったことあって、それも見たんだけど、うん、まあそれもなかなか面白かったのって、ただ話長くなっちゃうからもうここでやめちゃうけど、あ、そうそうまあそういう、卓球の DJ が1時間あって、次はいよいよ先生ですね、デリック・メイ先生が。デリック・メイ大先生、まあガイタレ呼んで7500円、やっぱり安いよな。まあ安いと思うよ。5年ぶりの来日だったよ。ああ、うん、日本楽しまれて帰ったんでしょうかね。そうでしょうね、だって乾杯って言ってたもんね、一瞬ね止めてねうん、まあちょっと、ま、もっとマシな日本語誰か教えてやるかな、チアーズね。そうそう、デリック・メイ先生の DJ は1時間半たっぷりドミューンで生配信されたっていうので、結構ねカメラが寄ってって邪魔でデリック・メイ先生見れなかったんだよなまあね、ドミューンの機材が割とあの小さめの機材だったんで、あの夜にしても多分カメラが実際に寄った方が綺麗に撮れる。そうだね、ズームがあの暗いところだし、でっかいカメラじゃないから、うん、やっぱ自分が寄るしかなかったんだよね、やっぱね。まあ自分が寄るしかなかったからっていうのもあるし、うん、あとデリック・メイ先生が黒すぎて逆光でわからんそう、そうそうそう、デリック・メイ先生が本当にやってんのかどうか俺には分からなかったよまあでも、まあ、静かなピアノの曲からスタートして、そうだね、まあその辺も昔のテクノっぽい感じの、その辺もデリックの真骨頂ですね、うん、ストリングオブサウンドですよね、うん、の系譜だよね、やっぱね、うん、そうね、そういう感じで始まっていただいて、でやっぱね、アナログレコードを使ったクラシックスタイルだったんですね、 DJ はね。そうだね、でバニヤマさん言ってたけど、やっぱちょっと古さを感じたって言ってたもんね。そう、ちょっと古い、うちらのだから大学生時代、うん、K
90年代から2000年代にかけての、まあ、アナログレコードを使った DJ のテクニックっていうか、うん、ちょっと本当今とはなってはもうクラシックっていう感じになるけれども、ね、うん、クラシック風 の、 あのテクノ DJ テクノラインナップっていう感じで、うん、まあとはいえ盛り上げてくれますよね、あの辺のこの緩急の付け方っていうんですかが盛り上げる、緩急の付け方はすごい上手いな、うん、やっぱそのフロアを煽るというか、あ、そうやってこうね、うん、こう参加型にしてくれるっていうのがすごい上手いよね。そうそうそう、うん、やっぱりこう音楽で世界回ってるから、言葉通じなくてもそうやってテンションをその DJ で表現できるっていうのはやっぱめちゃくちゃ上手い証拠だよね。まあね、ここでお前らこうなんだろう、じゃあ俺は盛り上げるよ、うん、じゃあしばらくこの物語聴いてほしいから、このままのテンポとリズムキープするよっていう感じで、うん、ミニマルのちょっとゆっくりめのミニマルかな、流してくれて、ちょっと物語続けてくれるっていうような感じもあったしね、うんうんうん、すごいな、うん、それをそれをそういう内容を言語化できるバニヤマさんはやっぱさすがのプロですね。いや、そういうわけじゃない。いや、できねえよ、そういうことを。DJ の内容に関して言語化できないよ、なかなか。よかったとか。いや、ほら、DJ はみんなほら、あの、ストーリー作って持ってきてくれるじゃん。起承転結。どうやってこの1時間、1時間半持たせるか。うん、で話作って持ってきてくれるから、うん、まあその場その場であの現場のフロアの盛り上がり見つつ、あの DJ のセットリストを変える方もとかもいらっしゃるけれども、大体皆さん物語1時間なら1時間、2時間なら2時間、5時間セットなら5時間セットでいけるようなドームの物語作ってきてくれるからね。そうなんだね、やっぱね、非常に DJ っつったって本当にただただ交互にレコードかけるだけじゃないからね。そうなのよね、物語どうやって紡いでいくかっていうところに、うん、そうなんだよね、ここで、フィルターかけてってだん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 ね盛り上げていって、ビルドアップしていくかみたいなところあるじゃない、やっぱね、うん、うん、そう、まあ卓球さんの DJ に関しては、まあ、前も聞いてたけどあれだね、やっぱあの人はあの人間の声の叫び声みたいのをループさせて、そこにあのね、リズムパターン乗せていくっていうのが多いね。非常に多いね、うん、まあ、近々あのゼップ東京、夜になるとゼロ東京っていう名前でもやるけれども、うん、また卓球さん出るらしくて、ああ、うんうん、会場にもポッカーペタペタ貼ってあったしね、うん、そうだったね、ちょっと、うん、気になる方はあのどうぞ行ってみてくださいっていう感じ。そう、まあそんなこんなで、20時半きっかり、ほぼきっかり終わるという感じでだったんですけど、まあこれがね、私はもう腰が痛くてもうずっと立ってたから、もうきつかったな、もう夜と津波には勝てない、途中でデリックメインの途中であの奥に引っ込まれるっていう、そう、もう私は金網にもたれかかって、もう立ってられなかった、もう腰痛くて。でバニヤマさんはなぜか最前列を保育っていう、そうですよ、さすがその辺がね、気がついたら最前列、年季が違うよ、やっぱりその辺のクラブ編歴、残念だったら誰もサーキットカミングトゥ東京とか誰もデリックメインに行ったりして、その、ね、ありがとうの言葉、ねぎらいの言葉をかける気の利いたやつはいなかったということですね、気の利いたやつがいなかったって言って、わししかいないんかいすげえ恥ずかしいじゃんみたいな。でもちゃんとね、終わった時にワンワーって言ってあげてる人いたけど、よかったですね、その辺はね、そうっていう感じで、まあ丸一日かけてもう方法の手で帰ったですね、もうそうですな、本当、うん、丸一日楽しかったなっていう、うん、いいもん、美味しいもん食べて、いい音楽、いい話聞けて、いい音楽浴びてで、うん、あの幸運なことに私池袋から座って帰れましたよ、よかったよかった、あーよかったよかった、前のおばちゃんが降りてくれたんで、うん、よかったです。まあそういう感じですね、まあ1時間以上も、まあ話してしまったんですが、まあ最後すげえ長くなっちゃいましたね、もうずっと喋ってるけどもう全然話尽きないんですけど、これ、うん、まあ、最終的に最後に、まあ、バニヤマさん、まあ、総括して どうでしたかね、やっぱり、まあ27年前のイベントと比べると規模は少縮したっていう感じは否めないね、うん、まあそれはそれ、まあ途中で一回抜けて水買いに行った時に、うん、あのまあアニメーションのオタクの方だろうね、ナードの方が、ナードがいた、監督の話、
押井監督の話聞きに来た方が体力的に持たないからっていうので、うん、階段の縁に座って、うん、熱いトークをしてるっていうのが、うん、あこれ二十何年前にも見たなっていう懐かしい記憶とともにフラッシュバックしたやっぱ27年前もタイムマシーンだったわけですね今回のイベントは。やっぱりタイムマシーンですよ本当に、うん、なのでね、まあこれを また私たちはこの話をネットの海に放ってアカシックレコードに記録するということですね。なんだけども、まあこういう振り返って話するっていうのもまたやっぱり面白いですね。やっぱ面白いね、ちょっとこうやって振り返ってみるのは。そういう感じでまた違う話でまた違う考察とかまたやらせてください。はい、お邪魔できれば幸いです、はいはい、というわけで今回は、はい、ディープダイブインシンクウィズコーストイナシアル高架機動隊5月25日に、丸一日行ってきて楽しかったよという話をバニヤマさんとさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。